どうも、皆さん、こんにちは、久保です。今日はですね、日大のラグビーの件について話していきたいと思います。まずね、日大の選手いわく、監督とコーチの指示でやったと言ってるんで、そのね、監督側ね、トップをやったというなら、そっちの方のね、会見をやるべきだと私は思います。まあ、ただこれ一つ言えるのは、まあ、何をしていいか分かりませんけど、真相を究明しなければいけません、この問題は。うやむやにしてはいけません。まあ、なんとかね、その、沈騰系、する人がね、言ってほしいと私は思います。すいません、アメフトです。アメフト部ですね。はい。アメフトです。ごめんなさい。で、まあ、なんとかね、水を救援して、で、まあ、被害者の方がね、一刻でも早くね、元通りに、きれいにできることをね、願っていきたいと思います。まあ、本当にただこういう、ね、ことはね、もういや悪いことというかね、嫌なことなんで、もうね、二度と起きてほしくないと私は思いますね、本当に。はい、では皆さん終わります。ありがとうございました。